にちは。今日は料理です。はい、そうでしょうね。料理チャンネルですから。このここを見てもらったら分かると思います。料理です。料理ですね。今日はですね、はい、みんな大好き。はい、あのカレーといえば、はいはい、カレーライス。はいはい、もう一つあるはず。あれですね。ハヤシライス。なんですか。なん。なんです。なん。あれじゃあの。あのチャリのサドルみたいなやつでしょ、形。そう、ね、焼けるんですか。焼けるみたい。どうやら作れるみたいですよ、ご家庭で。まあ、作ってみますか。作ってみよう、はい、じゃあもう全部お願いします。はい、じゃあまず強力粉、はい、強力粉、薄力粉、薄力粉、おっとで、まあ、団子粉、団子粉、ベーキングパウダー、ベッピー、ヨーグルト、ヨーグルトで、砂糖、塩、はい、イジュ、なんで焼くんですか。フライパン、フライパンで焼いて大丈夫みたい。じゃあ焼きますか。はい、行きましょう。早速、じゃあですね、材料こんだけなんですね。材料こんだけ。カレーはここにあります。今回のカレー、パー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 こちらがアパ社長の違うピリ辛カレー、博士さんのね、このカレーで美味しくなもの食べよう。はい、じゃあ気分測って、でもカレーは本当ご飯でも美味しいけど、なんで聞くとまたね、ちょっと違うもんね。はい、まず強力粉、はい、じゃじゃん、強力、100グラムお願いします。うせえます。100、あ、いった、はい、102、はい、102、オッケー。じゃあお次に、まあこっちに入れていきます。はい、次、これ薄力粉、薄力粉、150g、 うるせえ、うるせえ。4人前券、151、はい、で、団子粉を次、団子粉、団子粉、団子粉って初めて見るね。団子粉を、団子粉を、はい、グラム、当てていい、当てていい、うん、40、ブー、何グラム、30、あ、近い。サラサラして初めて使うね。ね、はい、はい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 。でお次に、うん、でヨーグルペ、ヨーグルペ、はい、ヨーグルペ入れるんですね。うん、ヨーグルペ 80g、 80、ヨーグルトが入ってるんだ。へえ、ね、84、はい、うん、で今のところ1個も規定量が入っておりません、ね、全部オーバーして。でバイキングパウダー、はい、大さじ1、大さじ1、なんとかな、15g が大さじ1って言った。そうそう、うーん、じゃあ 15g 測る、いけい、うわこれでちょうど今まで多かった分が、あ、ちょっと出ましたね、中和されたはず。カルメ焼き 5g が小さじ1、そうですね。あー、なるほどね。おい、一袋じゃ足りないんだ。あんぐらいにしとこうか。ちょっと不安になってる。はい、このぐらい大丈夫かな。はい、よし、行こう。いい、はい、ベーキングパウダーで、砂糖大さじ2、小さじ、でそういうの3倍分で、大さじ1、大さじ1、今中さじ2、3、大さじの倍、あともう1回3、あと3倍、砂糖あるかこれ。で、塩、塩、はい、塩小さじ1/2件、半分や、半分、どんくらい、うん、はいはい。で、お水 90cc です。90しか使わない、それ 90cc 入ってるよ。よし、じゃあ入れますね。はい、そして、そしてで、これを、うん、そうミキサーで混ぜる。いや、手ごねでね。手ごね、とくちゃんの手が、洗いました、ちゃんと洗ったな。洗ったな。洗ったな、何ですか。洗ったな、さっきこいつしてきたばっかり。そう、洗ったよ。あ、結構固まるもんやね。うん、ヨーグルトがね、うん、で、これをしっかりこねて生地にしたら、寝かすらしい。やっぱ寝かすんですね。うん、本場のナンはね、なんかバン、ピャン、ベタン、ベタン、ベタン、ね、なんかかまんごとというか、こう貼り付けて内側に、ね、ひたってね。ここはあの、菊練りっていうもんね。知っとる。全然菊になってない。いやいや、よし、OK です。じゃあ寝かせるか。結構もちもちなんですね。うん、ね、めっちゃいいです。はい、じ
くるんで冷蔵庫に入れるよ。うん、へえ、ほんとなんかパンみたいに作るね。あ、でも、あ、柔らかいね。柔らかい。置いときましょう。はーい、はい、じゃあ30分お待ちください。はい、はい、はい、寝かせました。はい、寝かせましたね。あつな、なんじゃこりゃ。あ、ちょっと膨れてるな。30分くらい寝かした生地がこういうやつやけど、はい、でこれをね、はい、4等分して、うん、棒で伸ばし、うん、伸ばすんだ。油を引いたフライパンで弱火で5分焼き、うん、裏返してさらに10分焼く。結構しっかり焼かんといかんみたいな、弱火でね。でも4等分、とりあえず雑いいの。よし、はい、よし、いや、なんかこんなん見るよね。それピザですね。はい、どうせ狂って回すでしょ。もう回したりしたらもう失敗する。はい、ちょっと刺してんだ。なんかこうしてブーって伸ばすやん。もうこれは無理やった。ちょっと加熱して、はい、でもう焼こうかな。うん、弱火で。うん、強火、今強火。でも濃いですね。ね。こんなものかね。終わるだろ。うんうんうん。なんかムカつく。こう置いてこう。ビターンって貼り付けんでよかったですか、フライパンに。ビターン。いやいやいや、そこはですね。ダースベイダーに。ビターン。あれはグリルじゃなくてアイデア焼けるじゃない。オーブン、うん、まあね、試してみようか、フライパンとどっちが綺麗になるか、ね、あー、はい、よかんか。うっせーなー。はい、できた。はい、よし、じゃあこれもう突っ込んでいこう。うん、消えるかな、消える。じゃあ様子見ながらちょっと焼いていくよ。うん、はい、でね、こっちはちょっともうひっくり返します。早くないですか。早くないと思う。おお、おい、はい。でね、やっぱね、このフライパンでするのが、おお、なんかな、このほら裏返さんといかんけん、やっぱこのポコポコポコってなって焼き目つくやん。あれがちょっとならんみたいやね。さあ、ちょっと焼くまで、うん、はい、ちょっとじっくりじっくり、うん、様子見ながら。うわ、おお、もうこっちの方が上手くできそうやな、うん、って言うたよ。ひっくり返したら。いや、ひっくり返さん。もうこれ上からも焼けるっちゃろう。うん、ひっくり返さない。オッケー。オッケーですか。オッケー。じゃあ消します。はい、オッケー。よーし、できた。はい、あ、くっそ、くっさいの。あつ、チーズが臭い。じゃあ、ウトピリさんも。はい、あついわ。いきます。はい、ちょっとこっちでごめんなさいね。はい、出しときます。あ、おいしそう。いいよ。ちょっとこういうのは皿の上に置いていい。で、ちょっと炙るね。チーズカレー炙ってチーズを溶かすよ。で、チーズを溶かすよ。ちょっとなんかキム臭か。なんだろう。入れました。じゃあ食べてみましょうか。食べてみようか、うん、はい、さーて、はい、はい、手作りなん、手作りなん完成しました。はい、はい、完成。ちょっと食べてみましょう。うん、うん、じゃあ早速ちぎる。あ、熱い。全然溶けてないこれ。あ、ほら、中まで、うん、火取ってる。あー、でも、なんっぽい。なんっぽい。いいよ、いいよ、とくちゃん。で、一口。うん、ありがとう。じゃあ、ちょっとつけて食べてみます。はい、つけまして、トピリカラカレーに果たして合うのでしょうか。はい、じゃあ、いただきます。はい、なんウィズナム。成功ですか。美味しくない、美味しくない、美味しくない。あれですか、ちょっとオイル焼けのあれじゃちょっと決めかね、うん、もうちょっとチーズな。なるほど、このチーズがうまだろうね。いただきます。美味しくない。うまい。いやいや、うまい、うまい、うん、なんだ普通になん、なん
うまいとかうまくないじゃなくて普通にナンができた、うん、分厚いナンだね。やるやんちゃんやったね。いやマジでうまい。うんうん、うん、じゃあ自宅で、うん、はい、ナン作りでした。はい、皆さんもぜひやってください。フライパンがおすすめで、おすすめです。ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。